そう、エクシーも載せたし、メールにもいっぱい載せた。ナースありがとう。切れた。ケイキさん結婚して。契約違反ですよ。優しくしてね。したら超優しいわ。クワンさんありがとう。ねえねえ、ゆいなちゃんがさ、ゆいなちゃんがさちょっと日本語喋れないからいいや。ユケーピーさん、クマさん、アントンさん、ありがとう。カトリーさん、ありがとう。ありがとう。アントンさん、ありがとう。うん、ミキミキさん、アントンさん、クマさん、ありがとう。今日は、某お仕事に行ってきて、言っていいんかわからんのよね。ゆうきさん、レディースガワさん、ありがとう。ちょっとわからないので、もう発表はしないんですけど、念願のね、やつにのお仕事をしました。念願系でした、今日は。ゆきまさん、ありがとう。念願系をしてきたので、ぜひ情報をお待ちください。言わんわ。言わんですよ。そう、今日からね、また再販、あ、テロップに書いとこうか。お話し会、そう、今ね、お話し会の再販がまた始まったので、ぜひともお待ちしております。いや、なんかさ、顎がマジで痛いんだよね。顎怪我系アイドルしてる。ニックさん、ありがとう。うん、あと顎見やばい。もう誰、顎ってか歯、なんかここがめっちゃ痛い。なんか歯の筋肉痛みたいな、なんかわかるかな、痛いこと。矯正した時とかさ、痛いじゃん、ああいう感じ。8月31日はない。8月31日か。でも今月だもんね。あちゃんこさん、ありがとう。なのでお待ちしておりまして、今日アホ毛がやばい。へへへへへ。今日出てたの。そうなのね。こんばんは。お昼にやってるやつか。ワフラじゃないと思う。噛み合わせ、わかんない。親知らずってこの急に入る、何なるの、わかんない。もう違うと思う。なんかだから、ご飯とか噛むとマジで痛くて、なんかあんまり味わえない感じがいいや。ただのカフェラさん、ありがとう。味わってやっぱ食べたいじゃん。ご飯は美味しいねって思いながら食べたいでしょ。それができんくてね、ちょっと嫌なんだよね。でも歯医者さんが嫌いすぎて行きたくないんだよね、歯医者さんには。りっちゃさん、ありがとう。四国さん、ありがとう。確かに8月25日のライブした後だから、オンラインお話し会が1週間ならないくらい。嫌だ、痛かったら抜けばいいみたいな、やめてください。嫌です。こんばんは。マジで歯医者さんに矯正した時の痛みみたいなのがする。小6ぐらいの時に矯正した、歯の上の歯の矯正した。痛すぎた。歯医者行くの好きな人は確かにね。でも検診とかね、あるよね。こんばんは。でも苦手すぎて行けません。 NG、 歯医者 NG 系。行きたい人はあんまりね、出会ったことがないけど。こんばんは、いけ、こんばんは。ヤーティーさん、ありがとう。今日はね、眠いんだけど、寝落ちんかった。マジで眠たい。お疲れ。今日ね、ヒータンと一緒だったんだけど、お仕事ヒータンと一緒だったんだけど、なんか帰りの、帰り方が分かんなくて、
とりあえず歩こうって言ってもありえん距離歩いたから、ありえん距離でもないけど結構歩いたやん。もう何分歩いたんやら、30分も歩いたかな、さすがに。いやでも30分2、30分ぐらいはガチで歩いた気がする。20分は歩いた絶対。疲れました。なのでにゃんこさん結婚して契約違反です。だから疲れました。私はお再販申し込み、そうだよ、12月は大阪でサイン会がありますのでね、ぜひぜひ。そうヒータンと一緒、歯医者かジェットコースター、どんな選択やねん。なんかさんありがとう。どういうこと、どういうこと、しょ、どういうこと。今日ゼロ歩やば。でもめっちゃ歩いたんよ。しかも暑いじゃん今外。あでも夕方だったからあれだったけど、マジで暑くて途中でね自販機でねオロナミン C を買ってね。アンナさん TikTok、 あらあらあら、サキです。オタクがいる。お手紙、あ原からさんありがとう。お手紙、そうマジで歩いた。いやなんかバスもあったけど20分後とかだったんよ、やっと見つけたバス停が。いやさすがに20分は待てんと思って歩いた。300回訪問おめでとう、ありがとうだね。そう頑張ったんだよ。明日はねちょっと早起き、ちょっとってかまあいつもに比べたら全然早起き。ひーさんありがとう。確かにひーたんと最近一緒になること多いね。この前も一緒だったし嬉しいですね。今大阪にいるの？コッティヤッホー。わ。え本当にさ暑すぎませんか？冷静に考えて。暑すぎませんか？アイス？アイス？え？てか今日アイスの自販機もそっちであったんよ。なんか駅とかにさ置いてあるじゃん。セブンティーンアイスみたいな。あれさ。あれのさイメージで130円とかだったんよ。普通のやつで180円だった。もうびっくりした。高いやつで170円とかのさイメージだったっけさ。高っってなって引いたんと、やばいやばいこれはって話してた。確かに何歩歩いたか見れば分かるもんね。本当に死ぬほど歩いた。えリオさんとさ愛子じさんの写真集のね情報も公開されてた。りょうさんの写真集気になる。クレで撮ったって書いてあったよね。りょうさんくれるかな、クレだけに。そう暑いよね。エジプトより気温高い。本当か、本当に時代は変わった。今日身長を測ったんだよ。それでも分かる。今日身長測ったらさ168センチって出たんだけど、ちょっとおかしいよねそれって。身長測るってことはもうそれやん。分かんないよ、もうそれやん。病院とか行ったんかもしれんあれチャリで迎えに。チャリかい。レイさん結婚して契約違反なので無理ぽよ。ハイカリさんありがとう。アイス食べたいよね、わかりますよ。エイヤーさんのねあの制服可愛かった。ミスド行きたい。こんばんは。そうでも日がまだない分マシだったけどね歩いた時。利用しやん、うん、利用さんの写真集気になる。伸びた？どういうこと？そう、あ身長がね伸びたのってこと。伸びたかと思ったカープ介護おおめ。そうなんか伸びた。え多分おかしいんだと思う。その測ったやつがちょっとバグってる説があって、なんかおかしかった。 STI さんありがとう。デキニさんありがとう。トイさん、タイワンのジェンさんありがとう。でも裸足で測ったんよね。ミニ用のアイスってこと。アイドル始める、あ多いね最近。了解です。キューのところ諦めます。やばい、業務連絡みたいえ推しの子の誰推し、みんな推しの子。いいなはアイちゃん。え？アイちゃん。アイちゃん。こしのアイちゃん。アイちゃん。チゴちゃんはメムチョ。
眠調子。ミスド？ミスドなんか出るよね、新しいの。いちごのやつ。いちごミルク味みたいな。そう。いや、ありがとう。ああ、大丈夫。え、それがなんかちょっとカリカリせんかって、なんか梅だったと思う。キーヤさんありがとう、リンゴさんありがとう。なんであずみんさんと身長の話よくするよ、クルさんとか。自分の写真集タケノコ派、何がアクア、重曹ちゃん、重曹ちゃん呼び、やばい。なるほどね。ひーちゃんとどっち、わしがね3期で一番高いよ身長。やっほー、ラクアさんありがとう。会いたかった歌ってた、そうなんだ。会いたかった会いたかった会いたかった、ちょっと来週健康診断、結婚違う、健康診断があるの。体重ね、大事なポイントだよ。メールにあったヘタレの衣装って誰の衣装な、え、どうしたんだい。その話やけどさ、一緒に顔、そうしたらそういうのがさ、うん、一緒に顔、一緒に顔じゃなくて、なんだっけ、誰の衣装、誰の衣装なんて、ひどいよ、分かってくれないなんて分かってくれないなんて。え、私メールにはナナさんって書いた気がする。岡田のナナさんの衣装ですよあれは。なんか身長的になんかもしかしたらパツパツで着れんかもって言われて、やだって言いながら着たけど行けました。結構身長変わるはずだけど行けた。そう、白いポンデリングみたいなやつ一番可愛い。死ぬヤンピョン結婚して、うん、いいよ、良くないよ、契約違反だよ。伊之助牛太郎、ああもうちょっと作品が食べてもいいの。あ、いいよ、鬼滅やんけ。こんばんは。ヒータンとどっちが強いですか。それヒータンやろ。そう、伊之助さんはね大好き。全然パツパツではなかったよね、わしが来た時、うん、全然普通に着れた。飯キャンセル界隈やばい。飯キャンセル界隈してないよ全然。食べてる界隈なんだけど、うん、体重キャンセル界隈体重キャンセル界隈だから勝手にいなくなっちゃう。体重が逃げてく、体重が逃げてくんです。私からやめてください。暑いとね。そう、2通も送ったった、 1通じゃあったのに。いつもテイさん結婚して、ちょっと契約違反ですよ。ハートもありがとう。いやタイトルいいんやけどさ、なんか消えていくんよね。スポーツクライム、え、わしのさ学校さ、小学校さ、クライミングがあってさ、休み時間とかにしてた。体育館にあるんよ、私のとこもあるよね、うん、あれずっとしてた。私の学校なんか変だったから、小学校な、恐竜のなんか恐竜とかいた、ガチの恐竜、なんか組み立ててでっかい恐竜の骨みたいな、骨だけが飾ってあるんじゃない、骨を組み立てて本物のでっかい恐竜とかもいたったし、なんか古代魚みたいなのも泳いでたし、なんか一輪車とかも置いてあった。なんかもう何でもあった。何だったんだろう。キャンセル界隈なので、今日は暗い服ですよ。こんばんは。ボルダリング食べた？え、カリカリした？カリカリするんだよ、私が。夢が好き。まあ、味はね、一緒だから、うん、なんかね、なんでもあった。なんかめっちゃでっかい滑り台とかもあった。ガチの恐竜、かっこ骨ね。なんか、いろんなものがある小学校でしたよ、あそこは。うん、でも制服とかある系の小学校だった。10年先までキャンセル待ち会はやばい、やめて本当に。サスケごっこ危険やで、そんな危ないでしょ。でも小学校の休み時間は外で遊ぶってなったら一輪車とか竹馬とかもあったし、バスケしてた。ザリガニ釣りやば、
2日連続配信やった宇崎さんありがとう2日連続配信だからおめでとう。山梨恐竜いるよ。私の小学校には恐竜がいます。独自性の高いね場所だったんです。なんか小学校の放課後、放課後になんかなんかいろいろ放課後スクールみたいなのがあったんよ。申し込んだらいいよみたいな。それでなんかあのおやつの時間みたいなのがあって、おやつの時間はみんなそれを取ってる人は全員その行ってなんか食べんといけんのよそのやつ。でもみんな遊びたいからなんかその大学生のバイトの方とかがなんかやってくれてて、それはその人たちにバレんようになんかずっと隠れたりとかして遊んでた今思うと害悪すぎる、害悪キッズって感じ。一輪車の上手、私一輪車超得意だった。なんか体育の先生になんか一輪車のなんかもうガチ勢みたいな女の先生がおって、メダルとか持ってますみたいな。一輪車のもう一輪車でオリンピックがあったらもう出ちゃうんじゃないのぐらいの人がおったんよ。その人に教えてもらった。いや今でも名前覚えてる。言いそうになった今飛び箱学年中って言われた。飛び箱してそう。飛び箱学年中前って言われたもん。絶対してるやん飛び箱してそう。やばい。あのさ、うん、ポートボールみたいなやつ分かる。うん、マジで大好きだった。あれのゴール役してたずっと。道路に物置く映画役。そう、寝落ちしてないよ看板は。才能ある子が育ちそう。じゃあ私のことかな。一緒にやってた。やったね。やったですよ。いひひだね。もくもくさんありがとう。飛び箱飛んでるもん。目に浮かぶ飛び箱飛んでる幼少期の奥田結衣な。うん、私あ焼けたさスポーツ少女だったもん、うん、ぽいもんね。ぽいでしょ。変わってない。どういうコメント池田ゆらってコメント来たんだけど、どういうこと急にどういうこと北沢いちごです。あ、北沢いちごです。すいません間違えてますよ。池ちゃんさんじゃない。ポートボール、え、コート、わかんない。ポートボール、違う、何あれ、何コート、ポート、わかん、あれもキャッチ役よくやってた。めっちゃうまかった身長高いとできるやつでしょ、うん、でも別に小学生の時身長高くなかった。いや、ポートでやってる、ポートでやってる。身長高くなかったよ小学生の時。マジ私小学生から高かったわ。全然普通、なんなら下の方まであった。いや、ずっと後ろやったタイプ。うわ、一番後ろではないよ、後ろから 3,4 番目みたいな。あるよね、縄跳びクラス1。なんかそういうのあるよね。死ぬワンピース、それはちょっとどうかな。あっちの方がうまい。学年何人おるかにもよるね。攻略暇そうだよ。で私はバスケ大好きだからバスケしたいよね。しんさんありがとう。バスケしたい。やばい、バスケしたいな。パセリさんとか一緒にバスケしてくれんかな急にさ、なんか普通さ、なんかご飯一緒に行きましょうとかはさ分かるじゃん、誘いとして。バスケ一緒にしましょうみたいな誘いしたらさ、ドン引きされる。どういうこと？ポートボール。クリシマユウカ、あ、違います。北沢一号です。はい。うん、違いますね。すいません、すいません。びっくりしました。買ってきた。どういうコメントこれも。ユニャン、なぜかチャートリー。関東地区レベルのラダーを活かせずってコメントで、なんか見出し新聞のやばいマジで。おもろいんだけど。おもろい。バスケはダンクシュート、でもミニバスのやつだったらできるよ多分。スーさん結婚して契約違反です。おもろいみんなのコメント。なんかセンスある、みんな、ここのみんなセンスあるもん。30年前にやったかな、年バレやばい安西先生、バスケがしたいです安西先生。え、でも私二重跳びもできる、めっちゃ得意技って感じ。なんかさ、二重跳びをどれだけ長くできるかみたいなさ授業とかであるじゃん。あれ最後の辺まで残ってるタイプ、うん、でたまになんかできるんだけど最初の方で失敗して、あーってなって体育座りしてきます。わかる、体育座りになってよね。え、ありがとう。じゃん、
STU バスケ部いいね、バスケがしたいです。パセリ先輩バスケがしたいです。やばい、安西先生やん。やっほー岡田、いや北沢いちごね。うん、ボール持っていけば喜ばれる。森末姫奈、いや北沢いちごね。うん、カラオケ大会のメンバーにバスケをさせて。どんなカラオケ大会やねん。バスケドリブルしながら死ぬんだけど本当に。安住先生、安西先生結婚したい。うん、イキリカさんが X のプロフィールに書いてくから書かないよ、嫌だね。うん、さっきぬいみこ、あ違います、北沢いちごです。あ門脇みーの、あ違います、北沢いちごです。はい、四国の3人のユニット、ゆゆやばい誰やねん。秋元康、ああ違いますね、北沢いちごですね。文字数は合ってるんですけど。調子エヴァスカウト、いい音。え、あれ食べたい、グミッツァオ。あ、この食べろだろ。あ、違います、北沢いちごです。はい、わ、なんか小6の時の身長が145センチ、結構ちっちゃめだね。奥田結菜、あ、奥田結菜はいます。石原優奈、あ、北沢いちごです。はい、丸丸田太郎さん、ありがとうね。もしなんか虫がいる、嫌だった。目入ってきたんかな、倒してくれる？いいよ。やだ。マジでさ、エアセンをパチパチしたい。でもちょっとみんなに見られたくないから。外部で。もうやめねえやめねえ。あ、持ってってくれ。行くよ。どう？ミカブさん結婚して？とてもパチパチパニック中だから難しい。何モカルさん、イケメンさんありがとう。ゴム、うん、パチパチ。何パック買う？これ5枚だよね。うん、4パックとか1人いいけど1100円。うん、2人で4パックとかだったら1枚は出るやん。うん、6パック、何パック、普通量だと思ったらさ、うん、お腹鳴らせる。え、あ、でもなんかレアちゃんお腹鳴らせるけど、なんか自分も鳴らせる気がする。あれいい音。また結婚して無理ぽよ、マジ痛く。え、なんかね攻撃力高いよこれふん死ぬ、天ぷら揚げてる音やばい。ふん、違うな、福田さん、あ、結婚してはもうでいい、なんかまだあるんだよね。マジでこれ大好き。じゃあ第2次 ASMR 開催します。なんか揚げてる音に聞こえてくる。カレさんありがとう。これ唐揚げしてる音。いちごの天ぷら、なんかおばあちゃんがしてたいちごの天ぷら、美味しいんかね。
揚げ物なう。とんかつお願いします。あ、オッケーです。唐揚げ、あ、任せてください。カレークリームコロッケ、ようなんやん。アイスの天ぷら美味しいよね、シュークリームとかの。いや、でもなくなりそう、そういう方。チキンタツタ、絶対にうます。ほら、みんなが、イケちゃんさんとか言うから、イケちゃんさん配信始めたじゃん。これマジで好き。ぶどう味が一番美味しいよ。みんなも食べて。ダイソーとかに売ってる。蛇口から水が落ちる音。分からん。こんばんは。台湾があるの？ぶどうが超美味しい。はるおさんありがとう。これなんかりおさんも好きらしいよ。りおさんもよく買うって言ってた。うん、無理です。無理です。ソさん、だってソさん、念願のお仕事は秘密。でもいけちゃんさんはあのなんか脅かし合ってるよく。うわっつってほんまにしょうもない。マホギ、なんかいけちゃんさんイベントみたいなの決まってらしたよね。あの話題のみたいな、佐竹さんがなんか司会みたいな。ノースリーブ先輩、あ、ソラハさんどういうこと。ソラハさんが寝坊したのどういうこと、どういうこと。今日コナンさんありがとう。宇宙のイオンなんだあれ。なるほどね。パワーさんありがとう。なんかこっちってさ、夢タウンがさ多いけど、イオンモールの方が馴染みがあるよね。え、グミでしょ、もちどって。なんかまあユーナにもらったことがある。パワーさんありがとう。私のおすすめのグミは、でもピュレグミが結局一番好き。ピュレグミのマスカット味が結局好き。三田さんありがとう。あ、なくなってしまう。パチパチが、私のパチパチがなくなってしまった。うえーん、赤ちゃんかな。痛い、なんか喉でパチパチして今めっちゃ刺さった。危険ですねこれ。ワタパチっていうお菓子あったじゃん、あれ危険だからなくなっちゃったんだって。福山の夢だ。あ、そうなの。そうなんだね。パチパチやばい、手の方ね。赤ちゃん寝た？全然起きてるよ赤ちゃん。ね、赤ちゃん、赤ちゃんだもんね。赤ちゃんだよね。こんばんは、こんばんは。あ、そうなんだ、地元凱旋なの。そうなんだね。え、な、 VS パークってやつね、気になるよね。イオンモール普通にある、なんかアスレチック的なやつ。そう、ワタパチ危ないからね。え、グミッツェル持っとるんよな。なんかグミッツェル食べたことあるよ。取った。え、ミシティ2個あるから。え、私持ってるよ今。何味がいいの。え、あのオレンジ、オレンジ。ソーダ持ってるの。ソーダ前食べた。食べたね。グレープフルーツ味だってこれ。グミッツェル、グミッツェル。なんか私はなんだ
っけあれ、オレンジ味みたいなやつ。クックさんありがとう。セーフ、そうなんかこれは ASMR だから。なんかね、あ、長野県なんだ製造。へえ、痛い、痛い、ここありがとう、うん、はい、行って行ってとか、はい。そう、なんかね、景品によくあるよ、クレーンゲームにで、よく置いてあるイメージがある。玄関また来るの？送ってるよ。タクシーマン、クアラルンプールより気温高い、なんだって。でもさ、なんか地元の方が暑いんよ多分、広島より。だからなんかまだ生きていける気がする、あの暑さをで生きていたんだ自分はって思ったら。そう、よく置いてあるんよ、ゲーセンのね、各景品として。みんなも取って食べて、なんかパクパクしてシナコワールドって感じになって気持ちいいね。南極マイナス46度、やばすぎ。エアコンターン押し、私もエアコンしか勝たんよな。そう、甲府は盆地だからね、山梨は盆地なんですよ。盆盆地なので激アツです。本当にさ、なんか良くないと思う、あの暑さ。心やない、どういうこと、どういうこと。違います、あのメダルゲームってこと。ポンチね、絶対暑いよね、山梨と岐阜は内陸だからね、暑そう。海もないし、風が吹いてもなんか海とかない系、寒い、寒いじゃない、暑い。在宅やから24時間エアコン生活は、勝ちすぎ、それは人生、人生優勝やん。ポンチ揚げ大好き。南半球は真冬、あー反対なのかね。ずんちゃんさんのポスト優しいよね、めっちゃいろいろと書いてくださってて。山口市も盆地、そうなんだ、山口も盆地なんだね。福フェス楽しみにしてます、ありがとう。楽しみにしてて、まだねレッスンとかはしてないけど、ちょっと楽しそうなので、だので、だってなので、はい。ゲーセンのメダルゲーム楽しい、わかる。なんか私が好きなメダルゲームがあって、なんかピンポン玉がこう落ちてって、なんか並んだら、全部並んだら99枚もらえるみたいな、あれマジ毎日のようにやってた、ちっちゃい頃。ちっちゃい頃なんかゲーセンってメダルを預けられるじゃん、なんか家族で預け取って、めっちゃあったんよ、なんかもう3000枚ぐらいあったんよ多分。でそれでなんか毎週遊んでた、でそれが好きで全部並べて99枚獲得して、やったみたいなやってた。あと好きなのは、あの氷山みたいな名前のなんか当たりと外れみたいなのがあって、そこにボールが入ってって、でずっと何回も何回もやって、全部それが当たりに入ったらジャックポットみたいな、楽しいよあれ、あれがいいよ。ムフー、こんばんは、こんばんは。メダルゲーム楽しいよね。サンタさんサーフィンで来る、え、うん、私オーストラリアにさホームステイ行った時、なんかちょうどそんな感じだった、そういう絵が貼ってあるの見た。そうで、私はナナさんに会えるっていう喜びで生きてますから。妹今オーストラリアにいる、なんだって。そりゃ寒いね、だって反対だもんね、反対っていうか、ま、気温が逆だから、それは寒いよ。ジャックポット。妹ぴょん。妹おるんね。お兄ちゃんってことか。ゲーセンのメダルゲーム。そう、ゲーセンのメダルゲームしか。あとは、金魚すくいのゲームが好きだった。最高すぎる。ビンゴゲーム？どういうこと？かわいそう、それは。そう、わかるよ、この押してって落とすやつでしょ、あれのタワーとかさ、落とした時マジで幸せだよね、楽しすぎる、楽しすぎる。6万どういうこと。平塚さんありがとう、今日返信した、お見よーっと。オーストラリアサメが多い、そうなの。オーストラリアのなんか動物園みたいなので、めっちゃでっかいワニがおったことぐらいしか覚えて、ヘビがめっちゃあっていた。
コアラもいた。そう、メドル預ける機械で遊んでた。遊んでましたぜ。ジョーズ？でも私ジョーズってあのサメの映画でしょ？なんかこのなんか私ユニバ1回しか行ったことないんだけど、なんかリサ子と行ったんよ。リサ子とユニバ行った時にそのジョーズのなんか乗り物みたいなの乗った。ちょっとなんか普通に怖かった。そのサメが襲ってきちゃって危ないみたいなやつ。スロット動体視力、そうなの、あれは確率かと思ってた。ドゥンドゥンドゥンってやつ。 ST オーストラリア行きがちするな。今日24時からサッカーがある。そうなの、頑張って。日本代表ってこと？私の先輩はいるかな、母校が一緒の方。カンガルー、そうだよ、カンガルー筋肉あるから。野生のカンガルーとかおるよ。オーストラリア留学してました。お、やっぱ多いんかね、日本人でオーストラリア行く人。クラゲとかね、でも海とかは行かんかったな。あ、行ったか、行ったけどめっちゃ浅い、なんかどこだったんだろう、あれシドニー、いやわかんないけど、なんか観光用の場所みたいな、海みたいなとこでちょっと使ったぐらいの話。ジョージ、あ、ジョージは違います。はい、ジョーズに乗るとか、あ、そう、ジョージをジョーズ、ジョーズってこと？もう早口言葉。確かにサメさんいつもねそういう役だよね。食べ人間食べがち。え、ジョーズの入浴剤、あの赤いやつでしょ。あとなんかさ紅茶のさパックみたいなのとかさ、なんかあったよね。流行ってたってか、なんか話題になってた気がする。ジョーズだよ、ジョーズ。目押しっていうのをするときに動体視力、そうなんだ、ポンポンポンってやつ。え、それな、わかる。両サイドにさメダル座れるよね、あれ。わかる、本当にあれは悪いと思います。え、なんかカンガルージャーキーみたいなのがお土産だって買ってって、なんかお土産で渡して食べた感想は、そのあげた人なんかちょっと臭みがあるみたいな言ってた。わしは食べてないんだけど。サーフィンいいね。ね、オーストラリア行きがち。クレさんとか、え、コアラね、なんか抱っこできるのもあったけど、なんかめっちゃ高かったよ。なんか3000円ぐらいして、いやそれはいいわって思って。撫でるのはね、なんか誰もできたから撫でといたか言って、ふわふわだった。めっちゃ可愛かったね。オーストラリア時差がないから1時間ぐらいで、1時間だったかな、私、うん、私がとかじゃないけど。海水浴行けなくなった。海泳げんからな。なんか救命胴衣みたいなのいるわ。起きてるやん。そう、8月の生地震嬉しかったの、とっても嬉しかったの。うん、本当に嬉しかったです。映画は何が好きなの？映画何が好きなんだろう。私ドラマとかめっちゃ、なんか昔の平成のドラマとか幼稚園児の時とかにずっと見てた。そういう時代が好き。グレートバリアリーフね、 なんか懐かしき。動体視力と金縛り、いやそれ、あの動体視力となんだっけ、 AKB さんの曲あれやん。バドミントン、おお、そうなの、メダル、すごい活躍してらっしゃるね、日本のオリンピックに出られた方ね。食べれるの知らんかった。明日の朝8時35分からお猿のジョージ見れるかな。いや見れんな多分。コアラのマーチ、トンさんありがとう。どういうこと、確率、あ、そういうことか。みんなオリンピック情報を伝えてくれるの、おもろい。足つく？そうなの？水泳が得意？水泳できなさそう、水泳私ってできないんだけど、素朴線とかね。お前は？って感じです。そう、まひなさんもさ、その時代のさ、ドラマとか好きってさ言ってるのをよく聞くから、ちょっとね、って感じ。って。そう、ベジマイトあれね、よくないよ、まずいらしい、食べてないけど。法定速度と優越感、
ホテイソクトドン、こんばんは。岐阜県出身の18歳の人は、あ、もう一人しかいないじゃないですか。はい、なんだっけ、死ぬ幽体離脱と重みの混ざってますよ。バドミントン見ない、あ、そうなんだ。私は溺れて死んでしまう。浮くの、浮くやろ。まひなさん、まひなさん猫さん飼ってるよね。猫さん今日もなんか載せてらしたよね、お酒の投稿。エウォーターボーイズ知ってるよ。グリーンの衣装、ヘタレのこと。もう着れて嬉しかった、着たかったから。自分で選べるってなって、もうこれしかないやろって思って、よかった。そう、ジジさん、どうめだ、あ、2大会連続かな、すごいね。ビート版、でもさ、海水浴でビート版嫌じゃない？ワイディさんありがとう。そう、猫は溶けますから。似合う、嬉しい、また着たいですね。でもなんかシングルの衣装ってあんまり着るさ機会がないからね、嬉しかった、着れて。可愛いよね。参考になる、参考にしとるの。ワイディさんありがとう。冷やしマカロン、うちのマカロンですか。白マカロンはね、夏バテしてるって情報を入手しました。私のうちのマカロンはもう9歳とかだからね、もうそれは夏バテもしますよ。マカロン、バードボート。え、でもゆいなはアンナさんの衣装着れて喜んでた。ナオさんありがとう。生写真ランダム、生写真はでもランダムの方がさ、ちょっとウキウキするくない？腰に巻いて浮くやつ、あ、あったね。なんかさ、うん、なんかトイレットペーパーみたいな形、ペーパーみたいな形でしょ。そう、うちのマカロンさんもね、おじいちゃんなのでね。明日広島36度、ありゃー。山梨何度なんだろう、37度とか。やっぱ衣装さんしか勝たんですから、結局。56分か今、じゃあ11時に終わろう。いちごだけが欲しい。ティフに出るからね。ティフ出るじゃんね。ティフ、ティフだね。体温、確かに体温だね。明日花火大会なの？そうなの ?11 時ウキウキするけど、一緒に出なかった時つらい。つらかならないで。でも今回の生写真は自分でも買いたいの、絶対。あった、買おう、買う、絶対。みんなも入手してほしい、だから入手して、入手したら教えて、みんな。あーね、なるほど。ウルタさんありがとう。名古屋39度、あー、やばすぎやばすぎ。砂漠かな。始まったらコーラの買いに行く。いいね、吉和さんありがとう。私昨日コーラ飲んだ。北沢って書いたとやっぱ自作自演やばすぎ。そう、ランダムは怖い、いっぱい買っちゃうよね。40度以下なら暑くない。もうなんか狂ってくるよね、日中はマジ外に出ん方がいい。滝痩せだね。僕の部分やばい。どうなんだろうね、でも少人数っぽかったよね、元から。山梨の水は大丈夫？大丈夫なのか？なんかこの前なんかで山梨の水、あ、ロケで行ったところに置いてあった水が山梨の水だった。マウント富士みたいな書いてあって嬉しかった。チョコミント食べたい。ナーミューが溶けてる。やばい、58分だ。じゃあ一旦ランキングを読んじゃろう。ランキング読みます。15位から15位1号さん、10位栃木のすーさん、13位としさん、12位みきみきさん。あー変わったねー。15位から読み直します。15位栃木のすーさん、14位としさん、13位みきみきさん、12位ともかずさん、11位レディースグガさん、10位ふなわさん、9位キピスさん、8位ワンタンさん、7位ゆきひらさん、6位トンさん、5位リキーヌさん、4位よしこくくんさん、3位バードさん、2位リチャさん、1位のちゃまこさん。ありがとう、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 みんな、みんなありがとう、ありがとう。私はもうね、早く起きをしないと いけないのでね、もう頑張って起きました。明日は、明日からみんな頑張りましょう。
眠いんだよね。あと今日マジだ、いっぱい歩いたから。おやすみみんな。え、本当だ、めっちゃお家のアバターを使ってくれてる。ここだけやばい今度めっちゃ集会開きたいね、このアバターの。なのでそんな感じです。お話し会の再販が始まったのでぜひともお待ちしておりますっていうのと、あとは8月25日にあるライブも待ってますっていうのと、フックフェスも待ってますっていう感じです。ですです。あと生写真もそれこそね、ぜひご購入してくれたら嬉しいです。ではお話し会もお待ちしております。おやすみ、元気で、みんなでも元気で熱中症に並んでない。バイバイ、おやすみ、おやすみ、バイバイ。